クリストフ・マイケル・ベラは、スコットランドのエディンバラ出身のサッカー選手。スコットランド代表でポジションは DF。ハート・オブ・ミド・ロシアン FC 所属。ベラは2002年4月26日にハート・オブ・ミド・ロシアン FC と契約した。彼は、ハーツのユース育成システム出身だが、それ以前にはエディナ・ヒブスで経験を積んでいる。ハーツのユースからは、クレイ・グル・ベイン、ポール・リッチー、 アラン・マクラーレンといった多くの若手 DF が育っており、彼もそのうちの一人である。ハーツのユースチームと U-21 での活躍の後、2003年11月30日のタイ・ダンディ・ユナイテッド FC 戦に途中出場し、トップチームデビューを果たした。試合は1から2で負けている。2003から2004シーズンの出場は数えるほどで、あったが、その後も成長し続け、 トップチームにとって重要な選手になっていった。2005から2006シーズンにはチャンピオンズリーグ予選出場のために大事な試合であったキルマーノック戦で2点目を決めた。また彼自身は出場しなかったが、そのシーズンはクレトナイフ C に決勝で勝利し、スコティッシュカップ優勝を果たした。2006年7月、ベラはクラブと5年契約を結んだ。その年ハーツは、 チャンピオンズリーグ予選と UEFA カップを戦い、スコティッシュプレミアリーグは4位で終わった。翌シーズンには、クレイグ・ゴードンがサンダーランド AFC に移籍したことに伴い、SPL で最も若いキャプテンとなった。ベラは2007から08シーズンの終わりに、国際的にも認知されるようになり、シーズンオフ中の評判の高まりによって、プレミアリーグのウルバーハンプトンワンダラーズの目に留まった。 ウルブスは150万ポンドといわれる遺跡金を提示したが、当時ハーツには監督がいなかったため、交渉は行われなかった。2009年1月27日、ウルブスは今度は200万ポンドといわれる遺跡金を提示したが、再び拒否された。しかし、彼は結局、遺跡期限費の2009年2月2日に、 金額は明らかにされていないが250万ポンドと言われる金額でウルブスと4年6ヶ月の契約を結んだ。ベラはフル代表を含む様々な年代でスコットランド代表に選ばれている。2008年5月30日にプラハのレトナスタジアムで行われた親善試合の対チェコ代表戦に途中出場し代表デビューしている。また彼は父親が フランス系のため、フランス代表に選ばれる資格もあった。2009年5月28日には、アムステルダムアレナで行われた、対オランダ代表戦で、初先発出場を果たした。試合は0から3に終わり、ベラが与えた、ペナルティーキックはオランダにとっての3点目となった。2011年5月25日のウェールズ戦で、代表初得点を挙げた。 ヤングガンズテイクファーストステップスアットタインキャッスル、ハットハーツ、ビジョンキャンスパー、オンアザークラブス、ハットハーツニッカラレイキルマーニックハット、ベーラビカムズニューハーツキャプテン、ハットウルフズメイクビットツーキャプチャーベラ、ハットハーツリジェクトウルフズ、ベーラビットハット、ベーラコンプレッツウルフズトランスファーハット、ベーラディールコンプリート、ハットネザーランズ3のゼロスコットランド。ありがとうございます。